習してみましょう。うん、ちょっと雨模様ですけどね。はい、ここが三街区ってことですよね、新都シティの。で今はまあ駐車場に、はい、あ、建築看板出てますね。こっちが411個ですね。15階建てですね。まあ横並びになって、まあ本当に完成すれば同じマンション扱いなんですよね。まあこっちまで来ると駅が少し離れますよね。通りを整備したっていうのはだいぶここら辺雰囲気変わります。そうですね、昔は知ってますからね、はい、昔は知ってると驚いちゃいますけど、はい、いやでもここに1400個約できるってなんかすごいですよね、はい、すごいことです。まあ、マテリアルは一切触れてなかった。まあ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 安全ですからね。安全ですか。いやでも三街区を待つ理由は特になさそうですね、はい、駅から離れちゃいますし、はい、駐車場が機械式になっちゃうって言ってましたもんね、はい、買い逃してどうしても欲しいと。そうですよね、まあもう本当に一街区二街区が売れちゃってた時って感じですよね。だから一街区二街区買っとけば逆に一街区二街区の方が条件いいので、まあ下がる要素は少ないのかなとは。これももう整備されてますね、はい、でここがバスターミナルで正面。そうですね、これがバスターミナルですよね、確か広場みたいな。すごいですよね、もう本当にすぐですよね、はい、この新都シティの建設地から。これは公園みたいにするんですかね、上を。言ってましたね、今は国空の中にちょこんと車寄せみたいなところがあるんですけど、それがもうターミナルになるんですよね。駐車場、まあ大型バス駐車場整備工事ですね。なんか新都シティができる頃一緒にできるんじゃないかとは言ってましたね。言ってましたね。ちょっと大きいですが歩きましょう、はい、一周。いやでもここにドカーンと板状のマンションができるっていうのはなかなか迫力ありますよね。この埼玉新都心の駅から、はい、この新都シティの、まあ、一番近いところまで徒歩5分なんですけど、その間はまあもうすでに建物があったり、まあ、島村ができたり、はい、あの企業のオフィスビルができたりするので、はい、これと同等のマンションが駅からの間にできないっていうのは強いですよね。そうですね、もうできないでしょうね絶対。だからマンション今高い高い言われて高いのは事実だと思うんですよね、はい、で、まあ、いつか当然下がるときはまあ来るかなと、まあ、下がるといっても長年こう見てる我々からすると戻るっていう認識ですけど、はい、まあ、今から3、4年とかぐらい前の相場まで戻る可能性っていうのは十分あるので、あります。まあ、今どこ買っても高いっちゃ高いんですけど、はい、要はその安くなった時に出てくる新築マンションよりも立地が、はい、いいやつを買っておけば、はい、まあ、高い時代にしか買えなかった立地っていうことになるので、はい、なんか一番まずいのが安くなった時期にできる新築マンションよりも立地が劣ってる場合ですよね。そうするとただの高値掴みになっちゃうので、どうしても新築に価格つられちゃいますからね。だからこういう新都シティに関しては、まあ仮に相場がというかマンションの建築費が下がって新築マンションの価格が安い時代が来たとしても、これ以上にいいマンションは新都心ではできないですからね。だからそこは非常に強みかなと、うん、これは一街区
鬼ヶ谷の方ですかね。そうです。まあ替え高も15階で 45m。 まあただ屋根の高い部分があるので一概に替え高が 3m あるかはちょっと分かんないですけど、はい、まあ、しっかりと作られてるかなと。特にモデルルームの模型で感じたのは背中側ですね、はい、縦のスケスケの格子じゃなくてちゃんと横のルーバーになってたので、うん、廊下歩いてる人の体が見えないですよね。顔は見えますけど、はい、なかなか迫力がありますねなかなかこんな近くで見えないですね。そうですね、なかなかな、なかなかですよね。すごい。今たまたまかもしれないけど、これオープンしてる。あ、そうですね、トラックが。いや、この本当に、まあ、自分はこうマンション語る側ですけど、はい、作る人ってすごいですよね。あ、もちろん考える人もすごいなと思うんですけど、はい、それ以上にすごいですよ、はい、わけわかんない、どうやって作ってるんだろう。仲間なんかバラバラに仕事してるのにサインそうそうそう、当たり前のことなんですけど、これすごいですよね本当に。我々はもうマンションっていうもうできるものに対して語ってますけど、はい、それを作ってる人がいるってのはもうなんとも想像しがたい。すごいですわね。ああいうなんかエレベーターとか、そう、どうやって作ってる、こうやって作ってるっていうのはもちろん順序は分かりますけど、それが実際にこう人の手でやってるわけですからね、おおよそが。すごいっすよね。すごいことです。こっちがまあ駅からのメインの、はい、動線ですね、はい、まあ歩道が広く整備されて、一つちょっとどん詰まっちゃうとかありますけど、まあまあほぼ広くて、途中コンビニができたので、はい、ローソン、そうですね、いやローソンですね、はい、非常に便利ですよね。まあ島村のところにも、島村以外も入るといいですけどね、はい、下にテナントかなんかで。この時期はムクドリいないんですかね。なんかムクドリってイメージですけど、自分この辺、はい、なんか向こうピーピー鳴ってますもんね、よくムクドリ避けで。でもムクドリも慣れてくるから効かなくなってくるからね奴らも強いですからね。でこっち線路向く方が A 棟を向く方ですね、はい、眺望に関してはまあ A 棟が安心ですよね。そこの狭い土地にどでかいのが立つのは、まあこのビルぐらいですかね、立ったとしても。そうです、だから A 棟の多分A 棟の10階とかも買っとけばほぼほぼ半永久なんじゃないですかね、うん、そうですね。一番駅からも近くて、まあ、駐車場はそんな近くないですけど、ただメインエントランスですからね、こっち車寄せもあって、はい、これが気になるパチンコ屋さん、まあ、パチンコ屋さんもまあ鉄道1個道路挟んでますしね。そうですね、まあ、管理修繕が上がったらここで稼げばいいいやそれ儲かる。パチンコやんないですけど娯楽っすね、儲けに行ったらやばいっすよねまあ、こっちはやっぱり将来的に何かに変わる可能性は十分ありますよね。ことぶき、名前がまたいい。ことぶき新都心。パチンコにはあまり詳しくないんで、ラウンド1のゲーセンでエヴァとかのパチンコはやりますけど、あれはあくまで娯楽っすから。ヨン様なんで。え、ヨン様またやってるんですか。ヨン様の大の手ヨンジュン人気なんですね、まだまだヨン様、ちょっと気づれ感がここが駐車パチンコ屋さんの駐車場ですね。まあ離れてますけどね、はい、まあパチンコ屋さん扉二重ですからね、はい、音は聞こえないですね、当然。ここがこの辺の分譲マンションはまあしばらく変わんないでしょうからね、はい、これが 1,2,3,4,5,6,7,8 階建てなので、まあ単純計算で新都市の9階10階買っとけば、買っておけばまあすぐには建てかんないですからね。そうですね、こっちのビルもまだ新しいのでそんなすぐ建て替えって感じではなさそうですね。そうですね、はい、あっちにちょっと背の高い建物が
ありますけど、まあ距離は離れてますね。まあ、抜け感にこだわるなら、うん、はい、でまあ南の光日差し浴びたい人はこっち側の手前2頭ですね。うん。モデルルームのシアター面白かったですね。面白かったです。Be happy。シントダンスを踊ってます。今後の参考になります。いやでも改めて言いましょう。言いましょう。はい、あの設備仕様も標準だとちょっと落ちるんですけど、はい、まあ、オプションもあの自分が最初に行った時と違って発表されてたので、はい、結構変えられますね、回数によって。はい、はい、でお金で買えられる部分なので、はい、それ以上に不動産立地ですからね。そうですね。まあ新都心5分で買っとけば大きく下がることはないですね。最近こう建物だけじゃなくて街含めたマンション見慣れてるんで、なんかこれが当たり前に思っちゃいますけど。そうですね。なんかやっぱいいですね、まあ、こういうの買っとくと強いですよね、はい、やっぱり大規模で。まあでもこれやっぱり今一周してみて、やっぱり選ぶ部屋によってエレベーターまでの距離とかゴミ置き場までの距離とか駐車場までの距離やらなんやらで、はい、やっぱりこのタワーマンションと違うデメリットってのありますよ ね。 そうですね。タワーマンションのデメリット何かって言うと、やっぱりエレベーターがめちゃ待つっていう、うん、でまあ板状の方が、まあ、設置台数にもよりますけど、はい、まあ待たないにしてもその代わり横移動がありますよね、うん、エレベーターまで遠かったり、はい、タワーマンションってエレベーターまでは結構近いことが多いですけど、まあ、そこは五分五分ですけど、それだけに選べるうちにいい場所を選ぶっていうのがポイントです。そうですね。ちょっとじゃあ最後また前傾を撮って、はい、うん。あ、もやさん今日いい格好してますね。はい、ちょっと慣れてきたんですけど。まあ、よくよく見るとこれはちょっと違うってことを忘れかけてました。いやいやいや、ドクター森野さんですから正しいですよ。傘も白な。あ、なるほどですね。いや、いいですね。ちょっと早速戻って記事書きたいと思います。はい。